指定席では君の出た感染者情報を必ずご登録をお願いします。必ず、チケットに一度お願いします。お席で飲食する際は会話は控えていただき、周りのお客様へご迷惑とならないようお願いします。ゴールキーパー背番号1高山潮樹、ミッドフィルダー背番号14田村宗樹、監督小井戸正明。続いて柏レイソルのスタメンです。ゴールキーパー松本健太背番号46、ディフェンダー三つ丸ひろむ背番号2、ミッドフィルダー豊島幸郎背番号28、フォワード森海斗背番号39、リザーブです。ミッドフィルダー加藤拓人背番号30、監督ネルシーニョの審判団のご紹介です。主審大坪弘和、副審西尾秀明、副審原田正史、放送オフィシャル長野貴博。
そうそう、ラインね、なんかやった方がいいよ。1-0で柏レイソルが勝利いたしました。ぜひアクセスをお願いします。また決勝は終わりました。柏レイソルからのお知らせです。現在6月18日土曜日リーグ戦17節ヴィッセル神戸戦のチケットを販売しています。また7月2日19節鹿島アントラーズ戦、7月6日
20節名古屋グランパス戦7月16日21節北海道コンサドーレ札幌戦このチケットはアソシエイツ会員先行発売6月5日12時からそして一般発売は6月12日12時からも予定です。販売期間やご購入いただける枚数座席などについても様々な制限や変更があります。チケット販売概要を全てご確認の上お買い求めください。なおチケットの転売は絶対に行わないでください。それでは